串本海中公園は和歌山県東室郡串本町有田1157番地にある海域公園で吉野熊の国立公園内に位置する株式会社串本海中公園センターが管理運営している1970年7月に日本で最初の海中公園として指定された区域である公園内にはその海を直接的 間接的に干渉するための施設が設置されている。串本町は温帯気候であるが、海中は暖流の影響で熱帯、亜熱帯の世界が広がる。また、この海中公園一帯は世界最北のテーブル産後群生地であり、貴重な種類の産後も生息する貴重な海域であることが報告され、ラムサール条約に登録されている。なお、 かつては、名鉄グループに属したが、近年赤字が続いたため2005年に、ほとんどの株式を所有する名古屋鉄道から、リゾート会社の鈴木商会に譲渡された。海中展望台と連絡橋海中観光船、ステラマリス海中観光船、ステラマリス船内白い赤海亀に、カプルンがいた。静岡県尾前崎市の砂浜生まれのメス。高長85センチ、体重100キロ。 カプルンは突然変異で、甲羅以外は、ほぼ真っ白な個体であった。2008年頃に、兵庫県姫路市立水族館から2頭の白い赤ウミガメとして移送された。白い赤ウミガメの飼育は、日本国内唯一である。カプルンは、皮膚が弱いため注意深く育てるも、2013年夏の終わり頃から食欲がなくなり死亡した。 もう一頭の白い赤ウミガメは2012年に死亡した。世界で2匹だけの珍しい白いウミガメとして来場者の人気を集めた。出前授業、串本海中公園、2014年8月16日閲覧。串本海中公園センター、博物館の図鑑、2014年8月16日閲覧。ABCDEFG 白い赤ウミガメ、 カップルン死ぬ推定29歳のメス。和歌山。串本2013.12。37時38分 MSN3K ウエスト。ハット白ヤカウミガメ死ぬ。国内唯一の飼育。看板娘だった残念2013年12月3日11時35分。スポニチスパニッキーアネックス社会。AB 串本海中公園の白いウミガメ。 カップルンシヌ2013年11月30日18時34分、WBS 和歌山放送ニュース。ありがとうございます。